Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。タックルチェンジでございます。今日のサムネイルとタイトルを見てしまうとほとんど分かってしまいますが、まあ今、瞬的、瞬的というやつですね。瞬間の瞬にカタカナの敵、これをですね、ちょっとね、私動画でいろいろ見てしまいまして、レイドジャパンの岡さんがね、実践動画も出ていて、これは実践するほかねえぞということでですね、タックルチェンジ、今12月のバスたちはこのようなデカいルアーとかで狙っていたんですけど、瞬的をちょっと試してみようかなと思ってタックル全部入れ替えたところです。さあ、瞬的とは一体何か、いきましょう。今回その瞬的一体何ぞやってところをちょっと話なくなりましたけど、そこをまず軽く、まあ僕の知り合いの中で解説してみて、まあ解説してもね、3.5g のライトテキサスなんですよ。さあ、瞬的、これですね、レイドジャパンのね、岡プロがですね、結構動画でやってまして、その時に使われるのが、レイドジャパンの、ウィップクローラー3インチに、こういったオフセットフックをつけまして、そして 3.5g のテキサスですね、これをペグ止めしないで、やるセッティングですね。はい、出来上がりました。こんな感じですね。まあ、フック、そのワームに合わせたフックと、こういった感じで 3.5g のテキサスリグですね。これに、正確言うならば、パッドウィップ3インチをつけます。ただ俺、パッドウィップ3インチ、俺、あったと思ったらね、今ね、品切れだったんですよ。だから今ね、もう楽天市場で頼みました。ちょっと来るの楽しみです。まあ、それもさておいて、まあ、それも使えてなんですけど、こんな状況にしてね、ワームをつけます。で、どういう風に攻めるかというと、ポーンとね、遠投しないで、基本はね、遠投しないで、10メーターぐらいにこう、ベイト、フィネスのタックルでポンと投げます。で、岩場とかゴルタとかを狙って、落とします。落ちると、ポチャンって落ちると、このシンカーが先にスルッって落ちていって、これが先に、こう、ボトムにつくわけですね、コツンと。で、その後にゆっくりルアーがスーッと追いかけるように落ちていきます。で、さらにその後、アクションとして、もう一回ポンと跳ねさせて、で、シンカーをストーンとまた落として、ゆっくりルアーをスーッつって届ける。リアクションバイト、リフトアンドボールのリアクションバイトの要素も兼ね備えつつ、3インチのファットウィップで、食わせの要素も、含ませた。そんな瞬的。この瞬的を、夏場から冬場まで効果的なね、この瞬発力のあるリアクション要素を含めて、食わせの要素も含められるっていう、この瞬的を使っての、俺が今持ってるワームで、何かいいやつないかなと思って今日選抜してきました。こちらのワームの数々をピックアップしてみました。ちょっと見ていきましょうか。一気にいきます。 OSP の HP ミノ 3.1 インチ、 D スタイルの D2 ホック2インチ、これまた OSP のドライブクロー2インチ、レイドジャパンから出ています、オカエビ 2.5 インチ、ジャッカルから出ていますリズムグラブ 2.4 インチ赤パケ仕様、ハイドアップから出ています小池シュリンプのちっちゃいヤーツ、 G クラックから出ていますベローズギル2インチ、最後はジャッカルから出ていますクローンギルという感じで揃えてみました。はい、いろいろ出してみました。この瞬的の食わせの要素としては、最初にこうシンカーが落ちていって、後からワームがこういうについてくるとき、これがですねイレギュラーの後に落ちるほど、やっぱり食わせの要素の一つにもなってくるというのもその持ち味らしいです。なんでこのワームのコンセプトとしては、やっぱりそれなりに落ちる速度がないとダメなんかなっていうのもちょっと考えられますね。ただね、やっぱフィールドのよしよしだと、ゆっくりブワーって落ちていった方が逆にね、バイト誘発されてきる可能性もあるし、まあそういったところではやっぱりルアーの使い分けっていうのがまた面白いところになってくると思うわけですわ。で、さらに、この針をつける先がすごい肝で、やっぱ瞬間的なバイトを取るために、この針が結構ね、皮一枚で、この隠れてるぐらいがちょうどいいみたいですね。まあスナックレス性能にね、やっぱり特化したテキサスっていうところでもあるんですけど、やっぱりその瞬発力でリアクションで、小さい魚でも大きい魚でも口でガムッとね、軽く噛みついたリアクションバイトがあったところでも、しっかりと乗らせなきゃいけないっていうところがあって、このね、針をね、ちょびっと隠す、ちょびっと隠すのが肝みたいですね。ということで選抜ワーム出してみましたが、ブルーギルタイプ、ミノータイプ、そしてエビタイプに分けてみました。これが効くとかっていう、なんかどうなのか、やっとやってみないとわかんないですけどね、今もう冬なんでね。あ、ここはピリピリ系が好きなバスなんだ。あ、ここはボロ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 と強く水押しするパンチ系が好きな
パンチ波動が好きな、バスなんだとか、あここはピリ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 しっかりと水をする波動が好きなバスなんだとかって、いろいろ使い分けできません？いろいろ考えることができて、このルアーね、どれがどれ当たるか分かりません。でもそれを食った時にそこのベイトの特徴も見えてくるから面白いよねってところで戻りましょう。ということで、この12月のミッション50センチを1匹釣り上げろっていうことでね、ガラッとまたルアーとそのリグを変えるわけですが、やっぱり12月難しいっす。だからこそいろいろ試してみる、そのバス釣りの楽しみ、いろんなルアーがあっていろんなリグがあっていろんな場所があるところに行ってみて、まあいろいろ楽しむで、そこで1本取れた時の魚ってめっちゃ格別に嬉しいじゃないですかってところでね、今回この、旬的実践してみたいと思います。以上、スペースモンキー TV でした。バイ。